皆さんこんこにちはレック専任コースの友ですさて本日はですねこちら2019年週一完成合格フルコースえこちらの方のコースのですね説明をさせていただきたいと思います。まずですねこちらスタート4月からのスタートがおすすめ2019年週一完成合格フルコースというふうにありますけれどもこの講座一体どういうものなのかと。 いうところを説明していきたいと思いますまずですね一言で言いますとこちらもう忙しいという人のための講座という風になりますこの忙しい人のための講座これがですね週1完成合格フルコースの基本的な考え方だと思っておいてくださいでまずですねこちら 1> 週1完成合格フルコース一番最初に行われるのがですね理解のところです。基礎力養成コンプリート合格講座というですねまあ、いわゆるインプットの講座ですね。その最初の段階からですねこういう風になっていきますよっていう説明をですねしていくという講座になるわけなんですけれどもこちら全部で17回あります。でこちらですね えー、レックの方ではですね期間講座としましてスーパー合格講座という講座がございますでこのスーパー合格講座なんですけれどもこれ、えー、今これパンフレットなんですけども別のページ見ますと例えば、えー、プレミアム合格フルコースのところで、えー、理解のところ同じ理解ですよねスーパー合格講座が34回なんですよですがこちら今回のこの週1完成合格フルコースは ちょうど半分ですね34回のちょうど半分17回でこの理解の部分を終わらせようということになりますスーパー合格講座のちょうど半分ということなんですねで、これはどういうことかと言いますとまずですねその通学で関して言いますとやっぱり スーパー合格講座って基本的には週に2回来ていただくのが、まあ、基本的な方になるわけなんですけどもさすがにちょっと週に2回来るのは厳しいぞという方のための講座ということなんですねで通信にしましてもですね、まあ、やっぱりスーパー合格講座これ34回ありますと DVD、まあ、が34枚バーンと来るわけなんですよねでそうするとですねいやこれ重要 DVD34 枚は見終わらないですよとあの実際問題やっぱりこれ 量が多いとですね、この DVD 見るのに一生懸命になってしまってですね、えー、もう34枚見終わったらテストになってしまったやっぱりもう時間が限られてるとなかなかこのビデオ見るっていうね DVD 見るっていうのでも結構時間がかかってしまうと。でもそううなっってしまうと結局やっぱり問題 編集をちゃんとやっておかないと厳しいというところを考えてみますとやっぱりなるべく早くその理解のところは終わらせておきたいというところがあるわけですねで、そうしますとこれ半分になるということでまあ、挫折率は結構低くなるということになってくるわけなんですですので通学の方はまあ1週間に2回は厳しいよっていう方これ17回で終わります DVD、WebDVD、ねえーね、の方もですね、えー、34回ってなるとこれ、見終わるだけで相当時間がかかってしまう、ねえー、1回2時間半のものが、えー、34回、厳しいでも17回だったらなんとかなるという方だったらこれ、もうおすすめということになるわけなんですね。 さあそうしますとこの基礎力養成コンプリート合格講座というのはスーパーパ合格講座の半分といいう,うに言いましたそうなるとじゃあ半分ってことはペースが,遅ペースが速いんじゃないのとねでそうなるとついていけないんじゃないのかな、えー、やっぱりそういうことを考えてしまいますよね。 さあそうしますと、こちらなんです、この使うテキスト、これも工夫をされております、こちら、えー、基本のたっけというテキストなんですけれども、えー、こちらあの、私が執筆したんですけれども、こちらのテキストですね、まず、えー、こちら、えー、見てもらいますとですね、フルカラーのテキストになっておりまして、まあ、これ自体もですね、結構、しっかり書いております。 えー、最初のページですねまあ、契約とは何かというところから始まりまして契約は一言で言ででえば約約束のことです、えー、契約は両者の意思表示が合致したときに成立しますって、えー、もうフルカラーで結構説明がされておりますのでまずここのところでしっかりとまず理解もできますということででさらに、えー、ここの中だけでは厳しいところをしっかりとやっていきましょう。だから テキストがまず分かりやすく書いているっていうところプラスそれにちゃんと説明を付け加えていくイコール時間の短縮ができるということになってくるわけなんですね。でそうすると「ああなるほどね」えー、その分で、えー、じゃあ結構時間の短縮ができるでもちょっと待ってくださいよこの「気温の卓っ士のテキストも結構薄めですよねと。 うん、で時間も少ないんですよねとそうするとこんな短い講座で全部カバーできるのと、えー、それで受かるのかね、えー、そういうふうなことを気にするかもしれませんさあそしてですねここでちょっとこのデータを皆さんご覧いただきたいんですけどもこのデータは何かと言いますとですねはい、まあ、2014年度2015年2016年20172018と、えー、ありますけれどもちょうどここに立った方が見やすいですかね。 これは何かといいますと受験者の正解率ごとにですね何問あったのか50問中何問、えー、90%以上の人が正解してるのか50問中何問が80%以上の人が正解してるのかというですねそれをまとめた表になっております。でこの表で、えー、これ白くなってますよねまあちょっとね網がかかってますよね。これちょうど50%のところで網をかけてみたんですけれどもこれ何かといいますとそう。 ここの網、えー、ここのよりも上の部分は何かと言いますと受験生のね、実際宅検を受験に行った方の半分以上の人が正解できている問題ということなんですで、逆にこちらは正解率の低い問題ですからみんな落としちゃってるよっていう問題なんですねではこちら例えば2018年で見てみましょうか2018年で見てみますと半分の人が正解できる問題を 一問も落とさなければ何点取れると思いますか実は2018年だと44点取れるんですよで今年はね、えー、今年というかまあこれもう去年になりますかね2018年昨年はこれ37点合格、ね、今まで一番高い合格点だったんですけれども、うん、それでもですねちゃんと半分以上の人が正解できる問題をきちんと取っておけば44点取れるんです 2017年見てください2017年も43点取れるんですよねこの年の合格点35点つまりそう50%以上半分以上の人が取れる問題を1問も落とさなければ合格できるという事実があるわけなんです。で半分以上の人が正解できる問題がそんなに難問なはずないじゃないですか。わかかりますかですのででの この宅検試験というものはいかに基本を固めるのかここにすべてがかかってるんです。ね。ですので基本をしっかり固めていけば受かる試験なんですけれども実際問題だったらじゃあ簡単なんですかというとそうでもなくてですね やっぱり、ね、勉強ししててると不安になってしまうんですよねこれだけで受かるのかそうさっきのやつも一緒ですよねこれね17回って言った時にこれだけで受かるんですかそうこうやって考えてしまうとどん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 細かいもの細かいもの細かいものって言ってしまうんですよで細かいもの細かいものっていうふうに言ってしまって結局ほとんどの人が取れる問題を逆に落としてしまってそして37点にたどり着かないっていう状況になってしまってる人が すすごく多いんですね、はいで。実際問題、この2018年、ね、週1完成合格フルコース、えー、で、昨年はハイブリッドコースという名前でやっていたんですけれども、こちらの方でも、ですね、はいえー、もうしっかりと点数取ってきてっていう方もいらっしゃいますので、えー、しっかり基本を固めるっていうことがどれだけ大事なのかってことなんです。ですので、すののこ 短い講座でも、えー、基本をしっかり固めていってそしてその後ちゃんと問題演習を積んでいけばきっちりと合格点を超えることができるそういう成り立ちなんですね。さあそしてですねこちらこの基礎力養成コンプリート合格講座もですので、えー、結構もう基礎的な部分に絞り込んで絞り込んでそして、えー、しっかりとそのテキストを噛み砕いて、えー、やっていきますけれどもこの 1> 週1完成合格フルコースは他の講座と大きく違うものがあるんです。それは何かと言いますとこちらです、はい、ご覧ください復習と書いてありますね。 過去問セレクト300攻略講で、こちらなんですけれども、こちらは、はい、ご自宅での学習となりますというふうにありますので、これ、通学コースを選択していただいたとしても、ここの過去問セレクト300攻略講座に関しては、ウェブや DVD で、えー、学習していただくということになるんですけれども、こちら過去問セレクト300攻略講座、つまり問題演習の講座ですね。このの問題演習の講座が なんんととこれコンプリート合格講座と同時に走ってるんですつまりコンプリート合格講座で、えー、インプットをしてもらってその範囲のじゃあ過去問セレクト300攻略講座も解いておいてくださいねとじゃあこれを解いて次の週こっちコンプリート合格講座を受けていただいてじゃあこの範囲の過去問セレクト300攻略講座をやっていただきましょうという形でこう同時並行で進めていくんです。 で実際問題知識を覚えるって問題を解かないとダメなんですよそういくら本を読んでもいくら本を読んでもなるほどなるほどなるほどって思っても問題を解かないと覚えないんですねじゃあその問題を解くのをそうインプットが終わってからではなくてインプットをやりながらやってしまおうという講座なんですこれでかなり時間短縮ができるんですなぜかというと定着まで一気に持っていくからなんですね でこの過去問セレクト300攻略講座というものはこちらです。はいいもう映らないですねこれ色の関係でねごめんなさい、はいはこちら基本の宅研士合格問題集、えー、合格に必要な300問を厳選というこのテキストの問題を全て全問解説をしていくという講座になっております。でこちらなんですけれども権利関係が100問ですねでそれからこちら権利関係100問ありまして、えー、宅研業法も100問。 でそれから、はい、えー、法令上の税、えー、制限、税損の他、こちらも100問という形で合計300問あります。ね、えー、こちらもあのー、執筆を私がいたしましてですね、えー、厳選しました。この300問、厳選、厳選を重ねました。この300問を厳選した問題を全部解説していこうという講座になっております。これをリンクさせるんです。これを、そう、ただ単に、じゃあ、えー、この講座もご用意しましたよではなくて、これを 基礎力養成コンプリート合格講座と完全にリンクさせますですのでコンプリート合格講座、えー、終わらせるためにでは過去問セレクト300のこっからここまではやっといてくださいねという形で、えー、やっていきますのでこれもう同時並行で力をつけていこうというこういう,うやり方になっておりますさあそうしますとですねこの300問ねどういう問題がついてるんですかって言いますとその 正解率先ほど言いましたよね正解率50%以上の問題をちゃんと取れれば合格者ですというふうに言いましたそうその正解率50%の問題を収録しているというふうに思っておいてくださいですのでここの基本の卓研士合格問題集に、えー、正解率40%以下の問題ってほとんど入っていません はいまあ、若干入ってるものもありますそれはなぜかというとあの過去問のちょっとね使い方によっては次の年こういう形でまた出てきた時には50%超えるだろうなとたまたま今回今年出た時には40%何だったけどももう1回出たら多分これは50%超えるなっていう問題は収録をしてありますけれども、えー、そういう形で、えーねまあ、次に出た時に50%以上になりそうなものという観点から300も厳選いたしました。 ですので、ここの基本の卓球士合格問題集をまず完全にマスターすることによってもう完璧な基礎力がつけられるということになるわけなんですね。さあ、そしてですね、この基本問題集なんですけど合格問題集なんですけれどもこれ、結構特徴がありまして権利関係の最後のところにですね、判決文問題なんかも入っております。 でこの判決文問題と言いますのはこれねよく国語の問題です国語の問題ですというふうに言われますで国語の問題ですからしっかり慣れておきましょうねって言われてもそうあんまりですね判決文問問題が結結構構これ台数入入入っっってててんですすすよよよ何かままねねはい、そう慣れておきましょうって言ってもそう、過去問集に入ってなかったらどうやって慣れればいいんですかってことになりますよね。はい、ででですので結構そこで これ1点ちゃんと取ってほしい問題ですので結構多めに入れておきましたプラスそうこれもじゃあ判決文問題ってこうですよねっていうところをただ単に文字だけで言ってもわからないと思いますのでじゃあここの部分とここの部分こうやって一致してますよねっていうところもちゃんと口頭で説明できればかなり強いということになりますのでここもしっかり1点取っていけるとね、えー、判決文の1点結構重要ですからね。 そこでやっぱり苦手っていう風になってらんないのでそういうところまでしっかりやっていくのがこの過去問セレクト300攻略講座だと思っておいてくださいでそうするとじゃあこれで、えー、並行しながらやっていきますっていう風になっていきますはい。でもそこでまた一つ問題が出るんですねそれは何かというとそうです人間って忘却するんです忘れるんです で忘れてしまったときにどうするんですかっていうことなんですけどもそれもこちら週1完成合格フルコースしっかり対策とっておりますまず1つ目なんですけども先ほど言いましたこのコンプリート合格講座がそう通常の半分ですよね通常のースーパー合格講座の半分ということは忘れた部分だけもう1回聞き直してもそんなに時間は食わないですまずそういうところで、えー、1つメリットになりますよね 忘れた頃にちゃんともう1回演習講座。今度こちらは、えー、通学も通信もあるという形で、えー、通学選択された方は実際、えー、通学はあのちょっと新宿エルタワー本校だけなんですけれども新宿エルタワー本校の通学という形、まあ、WebDVD クラスでやる方は WebDVD もありますと、えー、ですのでこれは通学も通信もありますという形で、えー パワーアップ演習講座、ね。ちょっと過去問セレクト300よりもちょっと難易度の高めのものもやっておきましょうかねっていうところですね。まあ、あとは、えー、これと同じ難易度なんだけどもここに載ってない問題とかですね。まあ、ちょっと難易度高めの問題も少しぐらいは見ておきましょうっていう、まあ、そういう趣旨の講座になります。ですのでちょっとこう忘れかけた頃に復習という形でしっかりできるというものになっております。そして、はい。 こちらまあだいたいこの基礎力養成コンプリート合格講座が7月ぐらいまでですかね。で実践力養成パワーアップ養成講座がまあ8月ぐらいに走り出すということになるんですけども、こっから先です。はい、こっから先ご覧ください。ね。こっから先には何があるのか模試があります。はい、全日本格拳公開模試基礎編2回、実践編3回、それからファイナル模試1回。 そして直前対策究極のポイント300体育の日的中大予想会と2く6点アップ直前書き込み講座この講座は実はですね、こちらレックのパンフレットで言いますとはい、先ほど言いましたこのプレミアム合格フルコースという、えー、コースがあるんですけどもこちら、えー、スーパー合格講座があってマスター演習講座があって、えー、データ順式調整まとめ講座があってはい、見てください。さあ もし、えーはい、基礎編2回実践編3回ファイナル1回そう直前対策は究極のポイント300体育の筆的中大予想回と2学6点アップあれ一緒じゃないですかそうなんですはいこちら週1完成合格フルコースに関しましてはここから先の模試の直前期に関しましてはそう、えー、レックの期間講座でありますプレミアム合格フルコースと同じということになっておりますということはそうここと同じレベルにまで 引き上げていくというそういう講座になっているわけなんですねでまずですねもし、えーまあ、直前対策こちらについてもちょっと説明させていただきますとまずこの模試なんですけれどもこちら、えー、全部で2回3回1回、えー、合計6回ありますねでこの模試を受ける理由って何なんでしょうかっていうお話なんですよで模試って必要なんですかっていうのもよく言われるんですけれどもこれ模試を受ける理由としてはまず一つ目としては試験2時間です で、この2時間を体感してもらいたいんですそう2時間をちゃんと、えー、シミュレーションしてですねあこういう感じで2時間過ごせばいいのかなっていうところをちゃんとねえー、前もってリハーサル的にやっといていただきたいんです集中力ってちゃんと持続するんですかとね2時間集中力って続くのかどうか、ね、自信ありますか これもやっぱりやってみないとわからないですよね。実際本番でいきなり、模試を受けないで本番に行ってしまって、あれ全然時間が足りないよ、どうしようっていう風になってしまうとやっぱり厳しいですよね。なのでそのための予行演習は絶対に必要です。それからこの模試を受ける理由のもう一つの理由としては、弱点が発見できるということなんです。 でこの弱点が発見できるってどういうういこととですかっていうと弱点ってて弱点例えばこの単元が苦手とかそういう弱点もあると思うんですけどもそれ以上にその人のの人癖っててがが出てくるる場合があるんですねでこれどういうことですかっていうと例えば、えー、間違えた問題見てみた時にどういうところに集中してるんですか間違いはって言った時に「あ正しいものを選べ、ま、誤ってるものを選べを読み間違えた」とかですねそうあ私 あんまり問題文をよく読まない癖があるんだなこの癖をちゃんと見つけておかないとそれを直すってことができなくなってしまいますそうああ、謝ってるもんだったのに正しいもんだと思ってたわっていう風になってしまうとこれやっぱり厳しいですよねでそれを癖を直すというのは実は模試でしかできなかったりしますで、なんでですかっていうと実は間違って悔しいっていう思いをしないと身につかないんですよ 間違って悔しいっていう思いをしないと身につかないということは例えば普通に自分で問題解いてるだけでね問題集やって、えー、これ三じゃないうんなんか違うのあれあそっか間違ってるものを選ぶのか正しいものを選ぶんだと思ってた <laughs> で次次引っかからないようにしようこれではまた引っかかっちゃうんですよねそうそれに対してもしって点数出るじゃないですか点数が出ると一点失ったっていうのがリアルに感じますよねそれで悔しいって思うんですよ そうこの悔しいっていう思う気持ちがないと次また引っかかっちゃうんですねだからそういう意味でもって絶対に必要なもんなんですねそうだから自分自身の癖が見抜けるっていうことと2時間のシミュレーションができるということそういうところを考えてももしはやっぱりある程度数多くやっておいた方がいいと思います。さあそしてですね 直前対策こちら究極のポイント300攻略講座こちらは1、えー、問1答を300問解くことによって、えー、まあ300問となるとちょっとね、えー、全部のポイントをつかみ取れるってまではいかないんですけども本当にこれだけは落としちゃいけないよっていうこの300ポイントをしっかりとまずは確認取ってそれから体育の日的中大予想会こちらは、まあえー、模擬試験形式といえば模擬試験形式ですね。えー、50問の形式で ちゃんとと、ね、身についてるかかどうう、を一、問一答とは違今度は4択の形で確認をとりましょうそしてとにかく6点アップ直前書き込み講座こちらはね例えば卓建業法とか法令上の制限とか単なる知識の問題ってねえー、詰め込めば詰め込むほど点数って伸びてくじゃないですか。えーですので この直前期でも伸びるって言ったらもうやっぱりただ知識っていうところですよねその知識の確認をバーッと取って、えー、ちゃんと覚えてますか明日見ミスしないですよね,ね、えー、もう大体とにかく6点アップなんてもう1週間前とかものによっては前日とか、えー、そういう風、えー、な時期に行われるものですのでその時期の最終確認もうここだけは落としちゃいけないぞっていうところの確認を取ってもらってそして試験に向かっていただくと。 いう流れれになっております。すこれがですね、えー、週1完成合格フルコースですのでんどういう人におすすめなんですかって言いますとそう最初に言いました「忙しいあなたのための講座」です。 ですので、これあのー、例えば、初学者向けですかとかあの経験者向けですかとかあのー、そういうところはあんまり気にしないで構いません。えー、ですので、本当に初学者で、えー、ねまあ、何もわからないという状況で始めるのに週一完成合格フルコースって大丈夫ですか問題ないです、えー、去年ちょっと悔しい思いをしたんだけども、えーね、来年こそは受かりたい週一完成合格フルコースって大丈夫ですか大丈夫です、はい えー、まずですね、小学生の方はですね、まあえー、ちょっと早いって思ったとしてもこちらの、ね、テキストとリンクされておりますのでこちらのテキスト、まあ、結構ね、私、これ、頑張って結構書きました。ね、えー、ですので、このテキストでも、えー、結構ね、ね理解もできますしそれに、まあ、耳から聞く情報とかも入ってくるので、えー、さらに、まあ、プラスで、えー、身についていけるということが出てきます。 であとはですね、あの昨年ちょっとね、えー、なんていうか足りずに落ちてしまったっていう方、実はおすすめです、なぜかというと、先ほども言いましたよね、そうなんで点数が取れないんですかって言ったら、逆に難しい問題に集中しすぎてる可能性がある。となると、そう、何が基礎かが分からなくなってしまってる可能性があるんですよね。 っていうですね、えー、明確なものがないと何が基礎で何が応用だかわからなくなってなんか全部重要な気がしてきてって言って抱え込んで抱え込んでそれで点数が取れなくなってじゃあもう一回かーってなった時にまた抱え込んでっていうことになってしまう可能性があるのでそうするといやここは抱え込む必要がなかったとこなんですよでもここはちゃんと理解しておかないといけないとこですよねっていうところが明確に分かれていくと、えー、あこういう感じなんだっていうふうに理解できると思いますのでそういう意味で 意味でもねもう一回チャレンジしたいっていう方にもおすすめとなっております。はい。ただやっぱり通学が週に1回。 そして、えー、ちょっとね、えー、コンパクトになってるっていうところからご自身でやっぱり問題を解くっていうところに関してはやっぱり一生懸命やってですのでまああのー、なんていうんですかね完全におんぶに抱っこっていうレベルのお話ではなくてちゃんとね自分自身でもやってでそして、えー、ここのところでサポートとして使っていただいてっていう、えー、そういう形で使おうとする方にはですね最適な講座になっておりますので、えー、ぜひご覧ください。 ご検討のほどお願いいいしたと思ますすででねこちら、基礎力完成コンプリート合格講座、こちらなんですけども無料体験講義がですね新宿・エルタワー本校の方で開校前、特別講義としまして開校の1週間前、ですねこちらのところでちょっと特別講義をさせていただきましてで実際、最初ですね開講日も無料体験4月4日、できますのでぜひご興味がありましたらこちらの方足を運んでみてください。 さあということでですね、こちら、えー、週1完成合格フルコース、えー、もう本当にあのやる気のある人にはもうおすすめのコースということになっておりますので、えー、ぜひご検討のほどお願いいたします、えー。それではですね、まあ短い間ではございましたけれども、えー、こちら、週1完成合格フルコースの説明、えー、終了させていただきたいと思います、えー。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また、えー、こちら 新宿エルタワー本校もしくは週一完成フルコース基礎力養成コンプリート合格講座の WebDVD 等でお会いできることを楽しみにしておりますそれではありがとうございました